が死んで、私はまた魔を同じ問いを自分に繰り返してる。あれは恋だったか、過失だったか。どうだ、私は父を激しく憎んでいた。長年憎み呪い続けてきた。紛れもない、それは真意だ。それを隠さない。どうだ、あれは恋だったか、過失だったか。どうする、あなたにその権限があると仮定して、あなたは私にどういう判決を下す。有罪、無罪、どっちだ。私はもうあなたのいい思い出の中のイサコちゃんじゃない。何も知らなかった。まっさらのあの頃とは違う。変わってしまったよ。聞こえたね、今。音。翔ちゃん、今のがきっと新しい始まりの音。
ナマステ、ショーゴ。月？今のあの月は見えるか見えないか、すごい微妙な感じさ。そんなことより、そのサイボーグさん、いや、失礼、ショーゴ、お前が連れてきたその非常に知性的で完成度の高い美しい女性とは、いつどうやってそんなに親しくなって、一体どういう関係なのか、簡潔に紹介してくれたまえ。こんばんは、月の綺麗な夜ですね。幼馴染？はい、将来を誓い合いました。え？そうなの？はい。すごいね。はい。まあそういうことなら、ようこそ僕たちの大花火大会へ。お邪魔します。どう見ても今日の月は微妙っすね。俺にはそうは見えないっすね。もうすぐ消えそうですよ。マグロ、お前はまだそこかよ。あのな、あの月はそうだな、一応まだ見えてるということに俺が決めてやる。うん、どうだ、俺でちょっとは気分が落ち着いたか。ま、明日には消えてしまうだろうが。月齢28だ。明日、明後日と月のない夜が続くだろうが、さらにその次の日には、あれをそのまま鏡で映したような新たな月がその空に現れるはずだ。そうですか。簡単明瞭簡潔なご説明をどうも。なるほど、あの月は消えていく月なんすか。そんなことは分かってるよ。だから見えないって言ってるんす。そうだね、翔ちゃん、あるね。ごもっとも、あるあるある、ぐーっとある。いや、英語あり続けるであろう。だから、つまりみんな分かってないっす。消えるってことは、見えないってことに例えっすよ。Ha ha ha ha!